皆さんこんにちは、ダイダラです。スケートのカービィプラスやりましょうか。さあ今日からね、とっても難しいと勝手に予想しているスペースランドに行きたいと思います。行きましょう。どんなとこなんでしょうか。宇宙の空間です、多分行ってみましょう。来た BGM がなんか未来感ある感じ。そんな感じのところで、スペースランドのステージは未来シティ、未来へようこそ。こんにちは。それではデビルモードでやっていきましょうか。未来のステージはどんな感じだ。俺たちの未来だぞ、みんな。これが2030年の世界や、多分ここは。行くぜみんな。2030年、何してるかな俺たち。ゲームしてるかな。2030年のダイダラくん、何してますか。エレベーター上参りまーす。え、どこ行ったあいつ。ダイダラでーす。2030年のダイダラ。お、ここはトルネードで来いってことでしょうか。トルネードすぐ終わりました。ね、トルネードです。なんでここ。あ、そんなバナナ。ちょっと待って、びっくりした。まだやり直せる、意味がわからなくてやり直せる。ああ、ジェットコースター的なコースね、ここは。ねえ。で、残念だったな。さあ、ここは、これで集めながら行きましょう。ねえ、トルネードで。うわ、なに、こういう休憩してんの、急に俺。ちょうど足場あったからよかったけど。来るかな、もう一個ぐらい。あ、来た。乗りましょう。ねえ。乗っちゃうようにできてんのかな、ここ。ねえ。おー、ちょっと、ちゃんと回収できない。上に参ります。待って、止まれ。あ、止まらない、なぜだ。え、どこまで戻されるんこれ。あ、ここですか。あ、ここやり直し地点なんだ、要はここは。ね、おー、こんにちは。感性がすっごい残る。やだ、ちょっと待って、これ普通に負けると思う俺。えいや、ちょ、まずいなこれ。さあ、お宝とかもどこあるんでしょうか。上参りまーす。もう一回トルネード欲しいな。ワトちゃん置いてないかな。置いてなさそう。ふむふむ。何ここ。あ、いえ、揺れる。鉄。揺れないよ。ああ、ヒップドロップしたら揺れた。えい。ワトちゃんかわいいね、今日も。上になんかあるけど、これ。ね。あ、ワトちゃんが出てくるゾーンか。ね。貴様、UFO だ、UFO。UFO なりたい、俺。そして、普通に負けそう。UFO アタック。うわ、すごい。よし。UFO なんか3つに分かれたよね。いや、これ無理でしょ、こんな狭すぎるやろ。ナイス、ダイダラ。やりますね。さあ、ここはなんだ？あ、ボーピンピンピンがある。ポピちゃん。よし。クライベイビー、ね、ボビンボビーン。ボビンあると嬉しいですね、これ。よし。ここ多分通れないんだよね、多分。よし。うわー、危ねえ。さあ、お宝かな？未来テレビ。未来の世界でありそうな変わったデザインのテレビだぞーって。未来ってそんな変なイメージある？みんな。もっとスマートなものができると思うんですけどね、ほんと。ね。最近の流行りやでね。ね、スマートフォンや、スマートフォン。よし、これ回収しとくか。ちょっとワドちゃんがいるからダメなんだぞ、ワドちゃん。いや違う、ワドちゃんに乗ってもらって上に行くんだ、ここ。オッケーオッケー、ワドちゃんいつもご苦労様。ご苦労 D や、ご苦労 D。 ほらほらほら、さあワドちゃんたち。おお、待って、ここなんかありそうじゃん、ここ。イエイ。あーね、これあった、俺ピッピー。イエイ、お前は死ぬ。ボビンアタックや。さて、行きましょうか。とりあえずね、フラフがそろそろ出てきてほしいのと、お宝全部回収は頑張りましょう。多分ね、金メダルは難しいと思います、今回。お、待って、これ UFO じゃね、多分。出た。ヘイ、UFO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 。さっきはブチャービームでスパークサンダーやね、吹っ飛ばせってやつやな。ウィー、私は宇宙人だ、ワドルちゃん。お前を吸い取ってやろう。逃げない、逃げたいで、ワドちゃん。いやー、ベース
UFO！ そういうことすんなよ。マジか。UFO ゾーンまで帰ってきました。意外とね、これ遠いぞ、 UFO のとこまで来るまで。ドマドちゃん逃がさないぜ。てか宇宙船がねビーム撃ってくるんですよね。そこだけちょっと注意しなきゃいけないよ。吸えた、よし。吸えるもんはちゃんと吸っていきましょう。ビーム、キャプチャーしていきましょう。おいしいおいしい、ご飯おいしい。それはご飯じゃありません。さあ、ワドちゃんたちを、よし、宇宙人だ、宇宙人、誘拐や、で、誘拐や D や、誘拐や D、よし、さあ、ビーム溜まりました、さあ、スカーフィーちゃん、えい、ビリビリ地獄や、君たち、よし、さあ、銀メダルまで来てますね、おい、バインバイン、ここ狭いな、道が、ね、あ、ワドちゃんだ、宇宙船怖い、よし、ここ火山が出たり入ったり出たり入ったりとかで火吹いて火消えてって繰り返してるね。怖い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 。さあ UFO よ、もう通れない。ここ隠し通路とかないよね。いいぜいいぜいいぜ。ではこのエネルギーはどこでぶっぱしてやろうか。わー、やめろー、くそ、スカフィー怖すぎて使っちゃった。車内でスカフィー怖いもんね、顔。あいつ顔怖いってダメだよ。みんな優しい顔して、俺の前では。よし、電気溜まりました。暗い。さあ、お宝はないんでしょうか。さあ、そろそろ金メダルだと思います。で、フラフは出て こないですね、まだ。さあ、スカフィ無視して、火が消えたら行く。スカフィ入ってこないかな。俺それだけ怖い。え、怖い。スカフィ、え、やだ、宇宙人、じゃんでだよ。うわわ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 わ。それひどいでしょ、今の。今の連続攻撃。クソがー。よし。でも大丈夫でしょ、これで。うお、危ね、危ね、危ね。危ね、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 危ね。すげえ、すげえ回収できた、すげえ。金メダルまで行きたいよ、金メダルまで。スカフィー、スカフィー怖い、マジで顔。あいつ顔やばいって、ほんと。あのクラゲどうすんねん、これ。え、これゴールなんやけど。ま、いいか。お宝全然ないで、これ。どうなったんだよ。下へ参りまーす。あ、今お宝あった、今。フラフどうした、元気、イェーイ、ダイヤルナンバーワーン。フラフ、上の方行けるんかな、じゃあ。フラフがいるってことだし。よし。えい。ん？ここ通れる？わあ、細くいいダイダラでーす。細いいダイダラ、やったぜ。未来テーブル、食べ物が自動で出てくる未来の便利テーブルだ。ドラえもんの道具みたいな、それ。ねえ。おーひょー。なんでだ、そんなバナナ。最悪やろ、これ完全。あー、全部消えたー、もう。そう、俺たちの青春が。え、これどうなってんだ、下。下降りていいのかな、ここ。ダメじゃーん。わー、もうね、諦めたんですよ、皆さん、僕は。わかりますか？いけない、もしかして。うわ、最悪だ、これ。帰れなくなっちゃった。よいしょ。行くしかねえじゃん、前に。向かって、ワン、ツー、ジャンプやん、これ。このステージくっそ長いな、これ。多分これもう一回あれでしょ、最後にジェットコースターでしょ。まあ、最後のアイテムの位置は分かったので良きとしましょうか。ほらほらほら、まためちゃんこ長いやん、ここ。誰考えたん、なんか嘘やろー。今のさー、なんというか不可抗力やん、完全。俺ここにトルネードしてたら落ちた、勝手に落ちてたんだよね、ほんと。いや、これはきついわ。まあ、とりあえず一体ゴールしますね、これ。うわわわわ、なんで当たりに行くね、俺は、ほんま。よし、いや、もう心を無にしよう。とりあえずゴールしよう、とりあえず心を無にしてゴールしむに
シムニシムニ。よし、いいぞいいぞ、ダイダラナンバーワンやぞ。ビーズしっかり回収できてる。下の方が良かったな。これは上か下かどっちが正解なんでしょうかね。上だ。あ、お宝あるじゃん。ハプネイマのやった。あ、3つの音楽ここでゲットできた。やったぜ。よっしゃ、ゴール。よかった。めっちゃギリギリやったな今回。俺ちょっとマジでおしっこじみるかと思ったわ、難しくて。よーし、はい、ということで、とりあえずね、ほいよお宝3種類は獲得できました。いや、もう満身創痍だよ今回の攻略は。相当難しかったここで。コンセントプラグのステージワッペン見つけたよっていう。未来の世界でもコンセントプラグはあるんですかね皆さん。コンセントプラグね、もう電気いらないんじゃないの、未来の電化製品全部ワイヤレス、ワイヤレス充電じゃないの、ね、恐ろしい。さ、コンセント挿してビビョボビビョボ。これ未来のテレビだ。未来テレビの中へようこそ、電子ワールドへ。ね、いろんななんかアニメゲームとかなんたらんでもね、この電子の世界に入るっていうのがね、よく題材でも出てきますよね。ほんと、さあ俺たちも入ってみましょうか。電子の世界へ、インターネットの中へ、 YouTube の世界へようこそどんなとこやなんやろ YouTube の世界って。ごちゃごちゃしてそうねえ。入るたびにね、形が変わってる男女やね多分さて、あ、こいつ尻尾丸のやつだ。いてー、意外と範囲広い。あ、いいもんくれるね君。イエイ。おおおおおおお、怖い怖い怖い、なんだこれは。おお、イエーイ。さあ、一つ目、デジタル時計。一目で時間がわかるデジタルな時計だこれ近未来感はないです今のね、時計に関しては。ふむふむ、イエス。わあ、これはね、下から行かないとダメだな、これ。いや、取るか、頑張って。えい。ね、まず、ピーンってあそこ貼ってから、上もピーンってして、ね、ピーンってしてから上にチョーンってして飛んでいく。ハンドピキー、よーし。では、次で先行きましょう。わわ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 わ、いいね、試しがやってた。すげえ今、ガタ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 ってしてたね今。ほら、よし、順調。あ、床が来た。おいでませー、帰っていった、バイバーイ。あ、トルネードある。トルネードかなー、こういうステージ。縦に長いコースはやっぱね、ジャンプが自動でできるっていう機能はね、相当強い。だけどね、少し隙がでかいので、そこだけ考えもんですよね。おーしゃ、これどっち行くってやつ。横から行こう、こんにちは。あ、なんだこいつ、フラグ刺さったんだけど。あいつビリ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 、足場ができました、電気が通りましたってやつね。通電しましたねこれは。あ、これは縫い棒か。縫い棒、縫い棒いらない、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 いらないこれは、おーおお、なんでダメージがあったんだ今の。ちょ、待って、あの線みたいなとこもダメージハンデあんのか。これどうやって下行くんだよなかなかいけないやんけ。くら、よっしゃ。あ、びっくりマークだ。どこに刺さるんですかビッグちゃん。びっくりびっくりクリクリー、びっくりクリクリー。さあ、びっくりちゃんはむ、そこに行ったね。でも残念ながらそこに行くのはどうやって行けばいいのかわかりませんね。これ困りましたねえ、むずくね、そこ行くの。どうやって行く、下から、一回下まで降り切ってからや、中野ちゃん。これはさあ、まずは下に降り切る大作戦行きましょう。フラフじゃん、そすりよこせよこせフラフ。下から行けるか、むしろここ。あ、行けた行けた行けた、トルネード使えば行けるわ。さあ、電子ワールドの音楽決定数。あれ、俺なんか取り逃してるかな。こう、
電子の世界へようこそ、ダイダラ。よし、これなんだ、こいつついてくるのかな、わかんねえ。ビビ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 、ふむふむふむ、わからん。コンセントプラグ挿すとこいっぱいあるぞ。一回このプラグ外すのかな。えい、あ、外れた。あ、ついてきたついてきたついてきた。で、こいつをコンセント挿す位置に誘導するってわけだな、こうやって。ほれほれほれ。さあ、なんか刺さったね。あ、上に行くようになった。ほう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 。お前邪魔やね、ほんま。あ、壊れちゃったよ、ほら。でもこれワンチャン、これ、いや、ライン貼られてるわ、これ。うっぜー。一回ここの近くこれ刺してみるか。これ刺したらどうなるんだろう、ここ。よし。すっげえ狭いとこやな。多分これ関係ないでしょ。やっぱ二つ目だな、これは刺すなら。おいでやすー。さあ刺しましょう。ガチッとな。こいつマジ邪魔。あ、またそういうことする。あのデビルマジで害悪。さあ、今度こそ3度目の正直です。行きましょうか。上に参りまーす。あ、ワトちゃん、ドゥちゃん。よし。え、うぜ。さて、ここなんかあるか、宝物。なさそう。よし。こっち行きましょうか。プラグ刺すとこあるんだけど、なんでだ、これ。こうやって行くんか？ん？あ、来た、なんかすげえすぐ追ってきた。おいおいおい、北狩りさんかよー。さて、ここに乗ってやってきた俺たちはどうしたらいいんだ。こんな感じ。いいねいいねいいね。結構シビアな操作要求されるな、ここ。デビル、デビル、お前は許さん。デビルマジさっさとやっつけてくに越したことないよね、あいつ。ほんと厄介。あれ、しゃがむのか、ここ。かわいい。今のクソ可愛かったな。トルネイドー。あー、ダメージ食らっちゃったなりー。さあ、電子回路の絨毯ね。あ、聞いちゃった。まあでもアイテムは全部取れたのでね、オケオケ丸々でしょうかね。さあ、ゴールドー。怖い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 。ゴールドー、しっかりこれも取っていきましょう。わー、すごい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 量や。さあ、ゴールドー避けて。怖い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 。ゴールドー、デビルも狙ってる俺を。やめろー、それは俺に聞く。よし、さあこれでゴールです。いやー、大変でしたねこれは。一発ダメージ食らっちゃったのがちょっと残念だったなって感じですけど、まあぼちぼち良かったんじゃないですかね。はい、というわけで結果は金メダルギリギリいきましたね。よかった。ぽよー。ぽよ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 ー。というわけで終わりでーす。あー、疲れた。難しかったー、ここも。やったー。ででん。電波のステージワッペン見つけたよー。電波電波、頭からビリ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 です。よし。水溜りマット。やだな、水溜りマットって。濡れちゃってるやん。勘弁してくれよ、ほんと。えい、ってことで、電子の世界から持ってきた、こいつ、ビリビリ。電波は飛ばします。どこへ行く？電波は宇宙へ。UFO がキャッチ。UFO がやってきた。我々は宇宙人だ。やべえ、ねえ、ロボモプラネットが始まる。謎の宇宙船ってことです。やべえな。さあ、次回謎の宇宙船、そしてね、もう一個のステージ、そこからボスまでやっていきましょうかね。いやー、結構大変だぞこれね。なんとか全部埋めていきますね。それではご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れです。また見てください。じゃあね。